どっせマスクザフリモン TV。 はい、こんにちは、マロです。いやー、だんだん涼しくなってきましたね。まあ、夜なんかね、 T シャツ1枚で外歩くとちょっとね、肌寒さを感じるようになってきました。ただ残念なのがですね、世の女性たちがね、だんだん着込むようになってきたんでね、美しいボディラインが見えなくなってきましたよと。はい、これは非常に残念でございます。ただ秋と冬はですね、ニットがね、いいっすよね。女性のニット姿ね、胸のラインがめちゃくちゃ綺麗ですから、はい、僕大好きなんですけども、今年の冬はですね、日本人全員がニットをね、着用するように義務付けてほしいですね。はい、そんな気持ちのいいシーズンになってきましたけども、今回はですね、新しい iPhone の最強のガラスケースを紹介したいと思います。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちら iPhone11 Pro 用リンケージエアーでございます。こちらはですね、私毎年購入してる、モデルでございます。というのが、世の中にガラスケースたくさんございますけども、こちらはですね、 iPhone にも採用されているゴリラガラスが使われているんですね。ですから背面のガラスが通常のガラスケースよりもすごく丈夫なんですよ。で、透明感もあって非常に美しいケースになってます。これ毎年購入してるんですよ。めちゃくちゃ気に入ってるんですよね。数あるね、ガラスケースの中でも、まあ、最強と言われてる、こちらのリンケージエア iPhone11 Pro 用、今回試していきたいと思います。はい、というわけですね、こちらリンケージエア、早速中身見ていきたいと思います。なんだかんだね、このケース毎年試すのね、非常に楽しみなんですよ。めちゃくちゃね、いいケースですからね。はい、こちらが本体でございますね。ちょっと外してみます。おー、わかります？この透明感ね、めちゃくちゃ美しいでしょ。でね、背面がガラス1枚なんですよね。だから TPU の上にガラス乗っけたりしてなくて、ガラスがね、1枚でできてるんですよ。それに TPU の縁がついてるっていう感じですね。このシンプルさが非常にいいですね。そしてね、こう手に持ってみたんですけど、軽いっすね。うん、めちゃくちゃ軽い。この間 iFace のね、ガラスケースレビューさせていただいたんですけども、それと比べるとめっちゃ軽いわ。ちょっとね、重さ測ってみたいと思います。重さがですね、 27g。 まあ 20g 台やったらね、ケースとしては非常に軽いんじゃないかなと思います。ちなみにこちらが Apple 純正のクリアケースでございます。クリアケースが 21g。 純正の方が軽いっすね。ただ見てください、どっちも透明感素晴らしいでしょ。やっぱり iPhone のデザイン楽しむんだったらこのリンケージエアだなと。そしてね、この背面のガラスも Apple のディスプレイと同じね、ゴリラガラスが使われているということで、非常にね、傷がつきにくいガラスケースになってます。ここも嬉しいですね、同じ部品が使われてるっていうのが。それではですね、ケースに本体取り付けてみたいと思います。よいしょー。TPU 素材がね、柔らかいので、はい、このように簡単に取り付けることができましたね。実際背面見てみるとこんな感じです。おー、いいっすねー。純正のクリアケースとはまた別のね、美しさがありますね。背面ゴリラガラスなんでね、ほんと傷がつかないっていうのが嬉しい。このように透明度もね、抜群で、iPhone のデザイン丸々楽しむことができますね。全体見てみるとこんな感じです。まあ、少しね、 TPU に厚みがありますんで、前から見るとまあケースつけてるなっていうのがちょっとわかりますね。でもね、サイズ感もそこまで変わるような分厚さじゃなくて、非常にね、手に馴染みやすいサイズ感になってます。うん、全然悪くない。でつけてもね、やっぱりケース自体はそんな重たくないので、まあ、ずっしりした感じもしないですね。いや、めちゃくちゃ美しいじゃないですか。やっぱりね、リンケージエアちょっと値段高いけどいいっすね。でね、サイドの TPU なんですけども、微妙にね、ちょっとドット処理が施されてますね。まあ、本体に貼り付いたりしないようにするためですかね。ちょっとね、ドット処理が施されてますけども、まあでもステンレスのね、ツヤ感も見えるぐらいなので、周りの TPU も透明感いいですね。はい、めちゃくちゃ一体感のいいケースとなってます。それではちょっと細かいところ見ていきましょう。まずボタン周りなんですけども、ボタンの押し心地、これね、毎年感じるんですけど、ちょっと硬いんですよね。今回どうでしょうか。あ、今回はですね、うん、悪くない。そんなに硬さ感じない。あのね、 iPhone8 の時やったかな、 iPhone8 のモデルはね、もう押すのが辛いぐらいね、硬かったんですよ。この辺もちゃんと改善されてますね。これ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。
そして、ミュートスイッチなんですけども、まあ、TPU がねそこまで分厚くないので、うん、操作は全然問題ないです。はい、非常に扱いやすい。そして上の方はねしっかり全体が覆われてまして、で下の方なんですけども、このようにですねスピーカーの穴の一つ一つまで作り込んであります。この辺精度高いのもねリンケージエアお気に入りです。でライトニングのところがこのように切り替えてますね。少し開口大きいので、まあ社外品のねライトニングとかでも対応できるんじゃないかなと思います。そしてディスプレイの方はですね、今僕ガラスフィルム貼ってないんですけども、ディスプレイよりは高く作られてます。で縁もね厚みがしっかりありますので、まあガラスフィルム貼ってもねディスプレイをしっかり保護してくれるんじゃないかなと思います。このように置いてもねディスプレイが擦れることはありません。そして問題のカメラレンズ周りですね。カメラレンズの周りはこのように縁で覆われてまして、この縁も TPU 製ですかね、これがレンズより高く配置されてます。ですからケース自体はそんなに分厚くないんですよね。かなり背面との隙間も最小限に抑えられてますが、にじみなども一切ございません。この縁でカメラをしっかり守ってくれてるっていう感じですね。ですからこうやって机に置いてもカメラレンズが直接接することはありません。そして背面のガラスの周りね、この外枠もなんですけども、これもね背面のガラスよりちょっと高くね作られてまして、凹凸感は少し感じますが、このガラス自体もね直接地面で擦れたりしないような作りになってます。まあガラス自体も非常に頑丈なんですけども、さらにね、傷がつきにくい仕様になってますね。ここも嬉しいところ。そしてにじみもなく透明度も抜群にいいと、すごく安心感は高いですね。カメラの縁もねピチッと埋まってまして、ここからね中にホコリが入ったりとかもしなさそうですね。非常によくできてます。でクリアケースってねやっぱり黄ばみが心配じゃないですか。でこちらねあの iPhone XR 用のねリンケージエアーなんですけども、ちょっと TPU 黄ばんでるの分かります？ TPU 部分でちょっと黄ばんでるでしょ。やっぱりどうしてもこの黄ばみが出ちゃうんですよね。ただ今回のリンケージエアーはこちら TPU 黄ばみにかなり強い素材になってます。なんか最新テクノロジーの ADM っていうのがこの TPU に使われているみたいで、まあそれがね変色に非常に強いらしいんですよ。だから今回の TPU は黄ばみにくい仕様になってます。これも嬉しいですよね。あのねリンケージエアって毎年ね新しいモデルが出るたびに進化していくんですよ。ここが嬉しいポイントなんですよね、うん、非常にね毎年毎年レベルが上がっていくんですよね。ケースの以前硬かったボタンの押し心地だとか、変色しにくい TPU だとか、完成度がどんどん上がってきてます。あ、これめっちゃしっくりくるわこのケース。そして耐衝撃性もね優れてまして、こうやって叩きつけてもこの TPU がねいい感じに衝撃を吸収してくれて、本体にねビリビリっと衝撃が伝わってる感じはしません。こちらミルスペックもねパスする耐衝撃性を備えてるみたいですね。落下しても強いっていうのは嬉しいですね。そして背面がゴリラガラスで非常に頑丈というわけですね。やっぱりね前回のモデルより非常に完成度高くなってる。こういう改善をねしっかりしてくれるのが本当いいっすよね、リンケージエア。そして iPhone のデザインもね損なうことなく楽しむことができます。いやー美しいわこれ。何よりね iPhone のディスプレイと同じ素材が使われているっていうのがなんか気持ち的にもね一体感が高まっていいですね。マットなね質感とかこのリンゴマークもしっかり楽しめますね。カメラ周りもね縁はあるんですけど、思ったよりね違和感なく使えそうです。今回ね使い勝手も非常に良くなってますので、これはねおすすめしたいガラスケースですね。ただちょっとお値段高いですけどね。はい、というわけですね、こちら iPhone 11 Pro 用のリンケージエア試してまいりましたが、いやーこれはいい去年よりもね明らかに質が良くなってます。なんか去年のモデルとかはねもうちょっとなんか TPU がゴツゴツした感じがあるんですけども、今回の方がちょっと薄くなったような感じがして、しっかり手に馴染むようになってるんですよね。で TPU の質が上がったせいか、透明感も以前のモデルより良くなってるような気がします。そして問題だったねボタンの硬さもなくなってますし、そして何より TPU が変色しにくい技術が使われているっていうところも嬉しいですね。アップル純正のねクリアケースも非常にね優秀なんですけど、やっぱり下が大きく切り替えてるので、ここのステンレス部分のね傷が心配っていう声も結構あるんですよ。
ですからステンレス部分までしっかり守りたい方は、こっちのねリンケージエアーの方がおすすめかもしれませんね。そしてアメリカのミルスペックも満たすね耐衝撃能力を持ってますので落下にも非常に強いです。そして背面がねゴリラガラスが使われているということで、まあ、傷なんかにもね強いと嬉しいことづくめですね。そして iPhone のデザインもしっかり楽しむことができます。カメラ周りも思ったほど違和感ないですね、まあ、ちょっとだけ枠が目立つかな。でお値段もですねこちら Amazon 価格で5670円とまあまあ純正クリアケースといい勝負ですね。また概要欄にね購入ページ貼ってますので気になる方はぜひチェックしてみてください。今回はね今までよりおすすめしたいケースに仕上がってました。というわけでね iPhone11 Pro 用のリンケージエアー紹介してまいりましたがいかがでしたでしょうか。ちょっとね僕今ガラスコーティングのね検証してまして1週間ほどね裸使いしてるんですよ。ですからそれが終わるまでねちょっとケース着用できないんですけども、まあ、今回はね紹介ということで一時的につけさせていただきました。またちょっと外してね検証の方に戻りたいと思います。その検証が終わったらね、このリンケージやしっかり使っていきます。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。